こんにちは。ティナ&ティムアメリカ暮らしです。本日はビッグベアレイクにあるセラーノというキャンプ場に行った、そんなお話です。セラーノはロサンゼルスから150キロという近いところにあるキャンプ場です。このキャンプ場は普段から予約しにくい人気のキャンプ場なんです。で、今回はね、1週間前に予約ができました。まあラッキーとしか言いようがないんですが、おそらくキャンセルした人がいたのではないかと思います。比較的大きなキャンプ場でして、キャンプ場の種類としてはテントサイトと、それからフックアップサイト、水道と電気ですね、あとグレーウォーターの施設が、まあ、備わった、まあ、2種類のキャンプ場です。で、今回予約できたのは、スノーベリーの49番というサイトですね。もうすでに、たくさん のキャンパーの方いらっしゃっていまして、もうここはラストワンかという、まあ、そんな場所でした、はい。ここが49番になります。場所的にはですね、そんなにいい場所とは言えないんですが、まあ、ただね、中側が非常に広大な土地があってですね、今こちら見ている方向は非常に、他のキャンプの方々が見える場所じゃなくてですね、非常に自然の中、開放感あふれた、ね、場所で、非常にこのキャンプ場自身いいサイトだなと思いました。着いた後ね、ちょっとこの辺りどんなもんかなということで、今歩きながら散策を始めました。やはり温度的にはね、これですね27、8だったと思います。標高はね、4000、フィートということでね、結構標高高いと思うんですけれども、非常に、日差しは強いですが、おそらく夜はねすごく寒いんじゃないかなというふうに思いまして、夏ではありますけれども、それなりの装備をね今回は持ってまいりました。今ね向かっているのは、確認のためにですね、ちょっとトイレとシャワーの場所だけ確認しとこうということなので、そちらへ、今向かっているところです。ここはテントサイトにある、シャワーとトイレなんですが、ですね、今回予約した場所っていうのはフックアップサイトですよね。そこにトイレとシャワーがあったらいいなと思ったんですが、やっぱりそのエリアにはなくて、隣のテントサイトまで今探して、探しに行っているという状況ですね。それでね、今回コロナウイルスの関係で、まあ、トイレを閉鎖ってわけにはちょっといかないと思うんですが、シャワーはね閉鎖になっちゃいました。まあね、まあ、いくら涼しいところとはいえね、日本人ですからやっぱりシャワーは欲しいですよね。まあ仕方がないんでね、今回はポータブルの湯沸かし器を持ってきていますので、まあ、最悪暑くて気持ち悪いなと思ったら、それで水でも浴びようかなと思っています。まあ、とにかく天気は良くて、空気は素晴らしいしですね、非常にいいキャンプ場です。はい、ここがですね、トイレになります。トイレはね、そんなに大きいわけじゃないんですが、こちらが女性用ということですね。非常に今コロナの問題で、安全対策をここのマネジメントはしているようですね。しょっちゅうね消毒に来てたようです。で、今のところがシャワーですね。これは今回クローズということですね。地図の方から見ますと、だいたい150キロ程度、
まあ、空いていればね2時間ぐらいで来てしまう非常に短い時間で来れるいいリゾートの場所です。でこれがセラーノというキャンプ場の大体場所ですね。すぐそばがねもうビッグベアレイクということで非常にキャンプとしてはいい場所だと思いました。先ほども説明した通り、こちらが予約したのは49番というフックアップサイトですね。それ以外のエリアはテントサイトということで、構成されているキャンプ場です。ではまた、ロサンゼルス在住ティムでした。